はい、どうもこんにちは、モルさんです。さあ、今回はですね、分隊戦の様子を、まあやっていこうかなと。まあもちろんね、これはちょっと後付けにはなるんですが、はい、場所は新店ですね。うん。で、開幕 BB コンに走りに来て、まあロキギリギリ間に合うと。はい、ロキと、ストラーバナと、もう一体ストラーバナかな。うん。で、あ、ロキ抜けちゃったから中にもう一回入り直してっていう感じで、BB コンの防衛に走っておりますと。うん。シェンツェンはやっぱりこっちね、屋根側の BB コンが非常に肝になってくるところなのでね、ここだけ必ず、まあ、取りたいなと。で、ここと、まあ、あとはできれば反対側の駐車場側のねとこも取りたいなと。で、ラススタ入ったので味方が中入ってくれて、はい、真ん中がね取れているので、真ん中から湧いてもう一度 BB コンの方にさりげなくね攻撃をしつついくと。はい。で、またね味方がラススタ入るので、ここでね交代して中に入っていきましょうという感じですね。はい。今ですね、ちょっと体験入隊で、これね、メテオライト、まあ、ダートっていうね、あの iOS のクランに、お邪魔させていただいてます。1週間ぐらいね、はい、来てて、まあ、今ね、高橋っていうねクラン名になってるので、今回は、ハギョウ黎明対高橋ですね。はい。で、ここ、はい、ここ超大事、お相撲ね、落とし合いで、今 BB コンね赤に染まりかけてたのを、しっかりと押し出しをして、はい、染めていく。ここね、いやー、ここは本当になかなかファインプレーだったんじゃないでしょうか。自分で言うのもあれだけど、まあ、本当にね、ラーバナ乗ってる時ただぐるぐるしてるだけ、こう回避でこう周りをぐるぐるしてるだけ、っていうのもまあまあまあ、それはそれでいいんですけど、ああいうビーコンの枠ギリギリぐらいのところに立ってる敵がいたら、もう普通に押し出しやっちゃった方が全然いいですね。うん。ワンチャンあるんで、今みたいに。はい。それをラーバナ乗ってる人は、まあ、意識してやっていただくだけで、かなりビーコンの取れる率が上がったりとかね。あとは、その押し出しすると、やっぱ相手も焦ってね、無駄にトランスセンデンスを使うんで、その誘発もできるっていうので、まあ、非常に有効な手なんじゃないかなということで、ここでね、はい、敵がこっち来ましたよと。で、まだね、ギリギリ、あと1回トランスセンデンス使えるんで、ここでパッと使って、引きつけといてからの新品で、はい、迎え撃ちと。と思ったらね、真ん中行っちゃったんですけど。まあまあまあ、こういう、はあ、戻ってきた。はい。こういうね、誘い出しとか、押し出しっていう細かなテクニックっていうのがね、すごい、まあ大事かなと。ただ、ラーバン乗って、無敵ウェイみたいな感じで使ってても、まあ、正味ラーバナの強さ半分ぐらいしか、まあ、引き出せてないのかなということ。まあ、ただ、ラーバナもね、もう、あと1週間ぐらいでね、次のアップデート来るので、そしたらね、かなり弱体化、入るのでね、トランスセンデンス中はビーコンを踏めなかったりとか、どうなんですかね、ちょっとまあその環境になってみないと、ラーバナがまだ使えるかどうか分かんないですけど、まあ別に編成に1機、ないしは2機入ってても全然、まだ使えるんじゃないかなとは思いますね。はい。で、まあもう、3点決まってるので、あとはここの留守番ですね、各ポイントに、1人ずつ、自陣はね、そんなに攻め入ってこないんで、1人いて。で、BB コンね、こっち側は絶対2人、こんな感じで守ってもらって、あとはまあ、真ん中もね、なんだかんだ取られると、やっぱり補充すぐ入られちゃってね、左右に。意外とめんどくさかったりするんですけど、うん。まあ、そんな感じですね。3点を、あとは守っていくだけっていう感じ。で、ここでね、もうラススタ入って、乗り換えようかなと思って今マップ開いたんですけど、敵がね全く攻めてきてなかったので、ここでまあ普通にもう一回ねロキに走られるのはめんどくさかったんで、こっちにあえて攻めに来て、こうロキを戻すって引っ張り出してくるっていうね、こういうのもまあ一つの手ですよね。ロキを攻めさせない、ビーコン内に抑えとくっていう、これ死ぬまではね絶対ロキ離れないはずなんで、はい、
まあ、こういうのも、まあ、一つの戦略で、やっぱり BB コン取れてると民がねかなりこの黄色と赤の柱の隙間から打てて強ポジなんでね、うん、ここ逆に取られるとかなりしんどいですね、シェンツェンは。はい、だからシェンツェン攻めるときは、真ん中は絶対白で維持もしくは取っちゃう、でこの屋根側も絶対、取るっていう感じですね。真ん中先取られちゃうとね、もう屋根側の方に補充がひっきりなしに入ってきて絶対自利品になって取られちゃうので、真ん中は必ず取るか白で押さえて、屋根側も白か取るかっていう感じですね。で駐車場側もね本当はできれば白で押さえておったら一番いいんですけど、駐車場1人、真ん中1人、自陣1人で、あと3人こっちとか、まあ駐車場が2人とかでもいいかな、駐車場2人、BB コンこっちの屋根側2人みたいな感じでもいいかなと思います。はい、まあもうあとはタイタン合戦ですよね。もう残り、4分切ってるので、あとは3点守りつつ牽制をこんな感じで入れてくだ、かなり地味な作業なんですけど牽制入れてるだけですね。でこっちもクラゲもね、もう出てきたんで前出させないように少し攻めいこうかなというとこですね。仮に死んでもねまだ機体、僕かなり余ってるので、まあ後ろに下がらしちゃってもいいかなということで、まあちょっと特攻係で前行ってます。さあここねビルがねかなり多いんで結構ねややこしいんですけど、これね黒いビル、シェンツェンはねこの黒いビルよりこの灰色というか、まあ白というか、まあ、クリーム色、灰色じゃねえわ、うん、クリーム色か白っていうんですかね、この辺の建物の方が低く設定されてるんですよね。この黒と灰色の建物はちょっと高めに、背が高めに設定されてます。これはどっち側の方でもそうなんで、民のね強ポジちょっと取りたいなっていう時は、クリーム色のビーコンのところにやるとちょうど武器が1個だけ出るんですよね。この黒いところは武器は出ないんであまり強くはないです。そこちょっとね意識してもらえると民乗ってる人はいいんじゃないかと思います。でここね1体撃破して、まあ、もう1体いけっかなと思ったんですが、右下からまさかのアーサービリビリアーサーで、あこれはもう挟まれて無理だということで、まあ、与えられるとこまでね与えとこうと、はい、いう感じですね。でもうゲージもねもうほぼ残ってないんで、敵さんがね、あとはもうこれで防衛で終わりですね。でビリ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 という感じで、まあ終わりですね。最近は、まあ、チャイナだったりこういうハギョ黎明とか、まあ、中国系のクランがね、なんか僕のイメージでは少数精鋭だったんですけど、最近こうクランの人が増えたのかね、割とこうメンツによって強い時と弱い時の差が出てきてるなと、まあ、感じるようになりましたね。まあやっぱ日本のクラン結構強いとこ多いですね。はい、じゃあ501万3キル1ビコンという感じで、無事勝利に終わりました。はい、じゃあ今回はね最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。またねー。